時間です。のりてんです。とうこです。今日はですね、みっけコラボ第、3弾かな風俗求人サイトみっけさんの人気コーナーのお悩み相談室というところから、今回もお悩みを、選抜してそこに対して答えていこうという企画になります。はい、よろしくお願いします。今回ですね、選ばせていただいたのがなかなか帰れないお客さん。なかなか帰れない、くれないかな。だね、読みますね、デリヘルで働いていますが、わざとか天然なのかわからないけどタイマーが鳴ってもなかなかシャワーに行ってくれなかったり、もう服を着たのにトークが止まらないとか、イチャつき出すとか、バイバイするまでに時間がかかるお客さんにはどうしていますか。ダラダラされたら次のお仕事に間に合わないから帰りの支度していいとはっきり言ってもいいと思いますかはい、なるほど ね。いや、これ懐かしい悩み。懐かしいよね。あったあったあったわ。あったよね。お仕事始めた当初ね、悩んだ。でもそもそもね、こうやって悩んでる時点で多分お客さんって帰りたくないから、まあ天然もしかりだけど、帰りたくないからそうなっちゃってるんだよね。もっと一緒にいたいっていう気持ちがさ、根底にあってさ、居心地が良くてこうなっちゃってるわけだから、まずこういう接客をしてるってことすごいんだよってことあるよね。そうですね、そうですね、早く帰りたいんじゃないっていう。そうだって本当に変な接客ばっかりしてたらね、お客さんも多分行っちゃうからね。行っちゃうからね。だからまずすごいなって思ったりしました。でですよ。はい。なんかあります？テクニックというか。テクニック。自分のせいにしちゃう。テクニシャンだな。そう、話が止まらないから話止まらないけどごめん帰ろうじゃなくて、そしたらお客様はね、多分あごめんみたいな、ね、あこの子帰りたいんだってなっちゃうからね。そう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 じゃなくて、ごめんね、あじゃあ私話しすぎちゃった、もっと話したいから、あのとりあえず下まで行こうみたいなもうこれ安着な使える知識ですね確かに、ごめん私がもたもたしちゃっただからこうなっちゃってる。部屋の時間あるよね確かに、そうしたらお客さん別に悪い気しないからね。あごめんごめんみたいな、お前君のせいじゃないよ、行こうかみたいな。みたいな、そうそう。確かにね。あります。まあとは、でも一番よくある方法としては、お店から電話をかけてもらう。あそれが一番。そうだね。私結構このお客さん割と捕まっちゃうんですとか、逆に結構捕まりがちなんです私っていうことをスタッフさんに相談をして、ぴったりぐらいのタイミングとか、まあ本当にね長引いちゃうことかは 1,2 分前でもいいとは思う。そのかけてもらう、もうアウトレス出てきてくださいってなって、あごめんなさい出てきます、すいませんすいませんってやってたら、お客さんもごめんね大丈夫行こうかってなるからっていうのはありますね。いますね。まずは本当にこうちょっとお店が協力的じゃない場合っていうのは、着信音をもうすぐ鳴らせるようにしておくつもありかもね。ああもうあの要は嘘電話ですわ。かかってきちゃったみたいな。あはい、はい、すいません。あごめんねみたいな。素晴らしい演技をかまつつ。こうやって直接ストレートにもう行かないといけないですって言うよりかは、多分そういうちょっとクッションを置いてあげて、優しい嘘をね、優しい嘘をついてあげるっていうのも一個の手なのかなとは思いますね。ちなみにタイマー何分前かけてます？タイマー、ぶっちゃけ23分前、早くない？あでも片付けが多いからね。そうでもこれ本当テクニックなんですけど、23分前、まあ、微妙な数字なんですけど、23なの経験上23がジャストな、そこになるの25だとちょっと長い、23なんですけど、鳴らす、鳴っちゃった、すぐそこでシャワーには行かないの。そうね。そうで、鳴っちゃってるけどもうちょっといよで2、3分過ごし、なんで実質動くのは20分前ぐらいに、まあ、お風呂入りっていう感じ、まあ、20分、15分ぐらい前か、まあ、お客さんからしたら、あもう15分前とかなんだけど、なっちゃってるけど、でもそれでも一緒にいてくれるっていう、あの、かませんの。かませでも、よくわかる、それは。逆に、だって私なんて、基本タイム15分前とかにかけるんですけど、自分で店長をやってた時代に、キャストを兼任してる時もあったのね。で、そうなると、まあ、自分のさ、そのナイキのスタッフさんたちは割と融通が効くわけじゃん。新規のお客様、特にお店新規のお客様で、この人お店のファンにさせなきゃ
みたいな時は次のお客さんの予約をもう15分ずらしておいて、あらかじめはで自動延長です。15分サービス、サービス。でもそれはもう言わない、言わない。ああ話しすぎちゃいました。で時間見たら、え、もう15分も過ぎてる、大丈夫って、延長料金払おうか、いいんです、いいんです、またお店に来てください、すごいをやってた。本当に本紙を使いたいとか、うん、もうすごく困ってるとか、うんうん、あとはあのお客さんは絶対落としたいとかあったら、もしかしたらね協力してもらってもいいかもしれないけど、うん、まあどっちかというとタイマーを早める方が吉ですね。吉ですね、うん、結構でもタイマーとかをね気にされるお客さんもいるというか、うん、なんかこう、え、これ何分前でかけてる、今何分みたいな方もいらっしゃるけど、まあそういう人は意外とちゃんと時間通りに出てくれるかなという、うん、初めにこのそのお会計してる時にタイマー入れるじゃないか、それをあのお客様に見せてますね、うん、あ、私も結構見せてますね、うん、あ、2つかけるんですか、うんうん、タイマーを、じゃあ2時間構成、今から2時間ね、うん、これ鳴るまでね、うん、あと、ま、嘘ついて20分前鳴るやつもね、サービスタイムとかね、20分前なるやつも入れとくね、これだとお風呂20分かかるからねって言っていうのをかけてますね。時間の共有をするようにしてそうだね、うん、確かにそれ言っといた方が出やすい気もする、うん、お客さんもこれは何分前のタイマーなんだろうって思ってると急がなくてもいいのかなとか、ほんと変な話、この子は早くかけてるんじゃないかって疑われたりもする。時短の疑いをなくせる、ね、最初の信頼結んどいて、この子は別にズルして早く帰ろうとしてるわけではなくて、うんうんうん、本当に時間なんだっていうことを共有をするっていうのは大事かもね。心配してあげるんじゃないかもね、うん、お客様の時間大丈夫って、ね、ごめんね私が遅かったからみたいなことも出しちゃったからっていう、そうだね、まあ、あとはドライバーさんがいるところとかだと、あ、なんか車来ちゃったみたいとかでも使えるかもね、うんうんうん、とか車来ちゃってるから先出るみたいな、あ、ドライバーさん顔見えちゃうから先行っていいよとか、うんうんうん、でもありかな、うんうんうん、はい、そんな感じで少しは参考になったでしょうか、はい、このお悩み相談なんですけども、シリーズとしてやっておりまして、みっけさんのお悩み投稿フォームからお悩み相談することができます。よければそこの備考欄に模様体掲載希望と書いていただければ私たちもピックアップがしやすくなると思います。ぜひそちらも投稿してください。はい、楽しみに待ってます。はい、この動画が面白いと思った方は高評価チャンネル登録お願いします。いる概要欄の方ぜひチェックよろしくお願いします。またねー。バイバイ。